くみんでーす。楽屋トークでーす。実はですね、今日は野外ステージのミニミニショーということで、二人で、30分ということなんで、本当私は3曲、1、2、3、4曲か。デュエット混ぜて4曲なんですけども、ミニミニショーに金沢にやってまいりました。もう差し入れ。お、どうぞ。打ち合わせです。スタッフが打ち合わせしてます。はい、実はですね、いろんなお店が出てまして、もう差し入れ、お芋さん、お芋さん、栗ご飯、もうね、山ほど美味しいものがもうありますので、お昼のお弁当も出ると思うんですけれども、はい、であとですね。1時間半後にはもうショーなので、今日メイクのさっちゃん一緒じゃないんですよ。なので自分でやりまーす。これからね、メイクはほとんど、ホテルでやってまいりましたので、はい、髪の毛を作ってまいります。でもね、もう、衣装がキチキチなんで、1回目終わったらちょっと食べようかな。まあ、金沢は美味しいものがありすぎて、ちょっとこれ社長が食べるかもしれないから置いときます。コーヒーもいただいて、ここね、控室というよりも、もはやもう会議室でっかい会議室でございます。それでは髪の毛をたたかたと作っていく前に、ちょっとこれスティックで、わあすごい、これ始まる前にもう朝しっかりホテルで朝食食べてきたんです。よいしょ。いただきまーす。キリがない、これ全部ちょっとやばい。ちょっとメイクとか髪の毛やらないと。それでは髪の毛なんですけど、もうそのために伸ばしてて、こう結んでこのバックルを自分で作ったんですけど、これとこれを2つ見つけたので、同じものここにバックルつけて、でここでカパッとはめるだけの、これをやりたいと思います。なんやかんや、もう時間が。お芋美味しい、社長。食べました、うちも。あと1時間。あと1時間、うん、歌詞覚えないと。うん、うん、それでは。あれ、コームがない。ん？さっちゃん、コーム。さっちゃんいない。さっちゃん。もうね、こういうのに入れてきて、これね、今流行ってんのかな。こうやってやると、こうやって普通に四角に。こんなにいっぱい入ってるのに、もうこうやって普通にバッグになっちゃって、これね、今ね、はい、ハマってます。さっちゃーん、コーンがない。
もうさっちゃんいないといつもこんな感じ。ドタバタドタバタ。もう衣装、ちょっと生地足しまして、15センチぐらい。10センチぐらいでも全然足りるんですけれど、もうここに来て、もう安全ピンで止めようかなと思って、安全ピンゲットしてきました。10キロはすごいなぁ。10キロは効きますね。もうね、このお粉をね、今ちょっと、外からのガラスのそばにいますので、ちょっと明かりが飛んでますけど、これね、首にね、うわー、いい香り。これを首にパンパンパンって最後にやった時に、なんかこう芸能人になったみたいな気分になって。一時期その足つぼのリフレの時に、このモリンガの、ボディクリームで足つぼやってたんですよ。師匠がそれだったので。で、その時の名残でちょっと何本か残っていて、モリンガっていうね、そのクリームはね、ちょっとね、テクスチャー良かったんですよ。今のモリンガのボディクリームっていうのかな、はね、本当にサラサラっと薄い感じで、もうそれはね、足つぼの練習するときに、授業でやってたやつはもうないですね。やだ、コームがないよ。あ、どっかにあるんです。ちょっと待ってください。でね、この業務用のさあちゃんが買ってきてくれるこの細いゴムもね、もうないんです。新しいのはあるんだけど、これだけね、伸びがいいやつはね、なかなかなくて、貴重な何個かを取ってあって。まさかね、ショートにしてからまた縛ることがあると思わなかったので、今日はね、さあちゃんがいなかったりね、なんか、いろいろ自分でやることも多いので、あんまり口が動かないかもしれない。あ、もう動いてる。ちょっとこれ、ちょっとコーム探します。ここの下にね、スーツケースがあって。さあちゃんのアイロン借りてきちゃった。多分今日もうかけたから、あと祝いちゃうから使わないと思うんですけど。これね、ローリングブラシで前髪をね、こうやってやるんですけど、そうするとね、この根元がふわーってなるんですけど、このタイプと、さあちゃん、ローリングブラシ。さあちゃん、今頃東京でくしゃみしてるわ。あれ、今出した？あったあったあった。今はね、このタイプで、後ろのね、細かいところはこっちのタイプでやりますけど、今日は前髪の前列だけなので、前列、前なれ、前なれ。学校の時にもうこれが入れたくて、これがもう腕が痛くって、もうずっとなかなか「はい、倒れ」って言ってくれないから、ずっと「これいいな」って。大体ね、私背が低くて前から2番目か3番目なんです。もうちょっとね、一番前なのに。だけど一番前だとね、校長先生と目が合っちゃうから。いたします。よろしくお願いいたしよまろす。しくお願いいたします。今日のステージ進行を担当いたします中川と申あ、しまよす。ろしくお願いいたしよまろしくお願いいたす。します。ご紹介をさせていただいて、もうあともうご紹介したらもうお任せの感じで、曲紹介などはこちらの方で司会がせずに、もうおばさんと美輪さんにお任せするという感じでやらせていよたろだしいきでます。すありがとうか。ございます。はい、どうぞよろしくお願いいあたりがしとうごます。ざいます。どう何せかあなりらましたら逆に注意事項、大丈夫です。もう早く終われみたいな感じ。全然大丈夫です。いつまでで午前も。の分がラジオ金沢さんが収録をしあ、て、ラそうジオで金す沢ね。のラ方ジオで収し録た。していただいて。ですので、どうぞよろしくお願すいいたませしん。まわざわざす。ありがとうございます。よろしくおお願世いい話たになしりまます。す。ありがいとうただございきます。ます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今ので打ち合わせ終わっちゃった。ほとんどね、司会の方と一緒に絡むっていうショーがなかなか、で、30分しかないので、ゆっくり喋ってると話だけで30分いっちゃうので、今日はね、そうなんで、お話しする時間がないんですよね。公務探してます。ない。もう、おお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 
っちかな。とんでもないです。ありがとうございます。こっちはね、お化粧品が入ってて、下のやつは今ね、クリームとかベースが入っている。二つ。あれで、ステージでね、ちょっと、台が高いので、ステージが高いので、野外で櫓を組んでくださってるので、もう間近でクーミンの目の下の、ギャザーを見ていただくことはないので、もうメイクはなんか、ファンで塗って、あとはもうちょっと目のあたりをしっかりと、キュッとライン入れますけど、あ、そう、アイメイクをね、キッチンの見ていただいて、アイメイクをどうやってやるんですかってご質問結構いただいたんですけど、すみません、ファンデーション塗って、それで、ベースに、目の上ね、私ほんとシャドウ入れないんですよ。この舞台用の三吉の、私は何番かな ?3 種類守ってて、322051CH-04 三吉ファインチークっていうのをね、伸ばして、それでもう粉叩いて、ライン書いて、ちょっと、テレビの時は少し頬紅入れて、口紅塗って終わりなんですよ。それで今眉をね、眉は、ペンシルも使ってなくて、これたまたま新しいのがあった、これ。これの、この一番濃いので、筆でシャシャシャって、ほとんど5分メイクだな。な感じです。あ、コームがなかったよ。まあ、なんとかなるでしょ。ちょっと、ここら辺だけ、前から、これを、こうやって、曰くとしても、これがね、ちょっと巻いた方がいいね、やっぱりね。はい、じゃあちょっと巻きまーす。コームがないということは、私たちこれなんて言うんだろう、骸骨ブラシって言ってんだけど、これこれこれ。でもこれ、どっかのホテルにあったやつ、もらってきたやつだ。だこれ、買ったやつじゃないわ。これは。それで、スプレー。スプレーは、これ新しくなったんですよ。霧がね、細かくなった。男性用でコンビニで買うんですけど、固まるし、またやり直しが効くしっていう感じで、それをですね、ここを、これも入れちゃった方がいいの?とりあえず前とこ、後で入れることはできるから、前髪を、ちょっと少ない方がいい?よいしょ。取って、まあ、こういう時にね、コームでちょっとここを、足したり減らしたりするのに、コームがない。コンビニで買ってくるか。このぐらいか。もうね、だいたい手ぐしで。で、根元に、シュッと立ち上げを入れて、そして、はーい、ありがとうございます。ん?誰だ?社長でした。これね、短い毛をいっぱい作っちゃったから、ピン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 って。それで、ここ、シュッ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 、ほんのちょっとやって、巻いとくだけ。いやー、昨日ね、リハーサルで、あ、ちょっと目のところが真っ黒いのがいっぱいくっついてた。リハーサルですっごい滲んでまして。で、動画だとあんまりわかんないんですけれども、もうね、目の前です。ステージの目の前にぐわーっと滲が出て、もうね、すっごい綺麗でした。で、滲のところにこっちまたダブル滲が出て、結構ね、数分、10分ぐらいは出てたのかな。すごかったな、あれは。ちょっとね、ショートの方とか、コミュニティでね、お写真を出させていただいて、もうあんなもんじゃないです。もう太くて。携帯って結構遠目に映る気がするんですよ。花火なんかを撮っても、すごいちょっと遠くのを映したんですねって言っていただいたんですけど、実は本当もっと大きく見えてたんですけど、携帯だと、そうですね、それで、これ私あれだな。今ね、
会議室なのに、これとあと姿見用意してくださったんですけど、ちょっとこっちの姿見ながらやるか。この姿見っていう、こういうのをね、大きいのを入れていただいて。よいしょ。ここがね、短いんですよ。なので、ここが短いからここはピンで止めるとして、これで言い分けるとこだけ、まず言わく。わ、サラサラ。ちょっと、トリートメントして、ホテルで持ってきたトリートメントして、アイロンかけすぎた。逆に、並のアイロンの方が良かった。結べるかな、これ、サラサラ。並のアイロンの方が良かった。あ、どうしよう、これ、縛れるか。あと40分。社長は、もう1時間しかないと思ってるんですけど、祝いて、あ、ダメだ。祝いて、かばってつけるだけだから、なんとかなると思うんですけど。さっちゃんいないと、意外とこういうね、祝ってポンってつけるみたいなね、感じが多いですね。で、これ、綺麗に束ねない方がいいので、これでもね、伸ばしたんですよ、これやるために。これ。おう、なんとか湯沸けましたね。湯沸けました。でね、こういうものにもう、なかなかのメイクのご紹介、メイク道具のご紹介今までいっぱいしてきましたけど、今度やってませんよね。これ。これは、こんな感じ。ピンがいろいろと入っていて、髪の毛が黒い時は、こういう黒。あ、でも茶色に見えるかな。あ、でもこっちと比べていただけると、こういう茶色。わかんないですね。ありがとうございました。それでね、まあ、大きい飴ピン、小さい飴ピン、そして、ゆうピンの、こういうね、大きいの、今その私の髪型で、これ太くて、普通はね、このぐらいなんです。今、比較ができないけど、今、こんな長いやつを使ってます。あ、ピンはいろいろですね。そして、もう何が何でも、入らないチャックが壊れたっていう時のために安全ピンはいっぱい持ってます。社長もね、結構持ってるんだけどね。これで止めていきましょう。まずは、新しいの買ったんだ。大きいので、これ多分スプレーで固めなくてもいけそうな気がする。ダメかな。これね、さっちゃんに教わったんですけど、こうねじってちょっとずつ止めていくの。ちょっと止めて、あ、ちょっと止めて、ここもちょっとと止めて、ねじって、ちょっと止めて、ちょっと止めて、止まったかしら。止まってる。だいたいこういうのはね、見ないで手探りで。
私ね、足つぼの手術もね、こうやってお客様の足裏を見ながらこうやってやるよりも、もう目をつぶって手の感覚でやった方が、なんか私、なんか感覚がいいみたいで。できるかしら。できる。大葉ならできると思うんだけど。もうここら辺はね、綺麗にやらなくても全然、逆にこういうふうに止めてから、こうやってちょっとずつこうやって出すじゃないですか。それと同じようで、先にもはや、出した感じの、はーい、うちじゃない。昨日ね、夕食会で美味しいもの、金沢の美味しいものいただいて、お料理屋さんで、もう最高でした。落ちてる。わかった？ねじりすぎたかな。もうちょっとねじらなくてもいいか。あ、こうじゃなくて、こっちから来るから、こうやってねじるといいのか。アイドル時代はくるくるっていうのを持っていて、もうストレートだったので、もう楽屋でこうやってアイロンね、自分でやってましたね。メイクさんってみんな、テレビ局のメイクさんはいらっしゃったけど、それ以外全部みんな自分たちでやってたな。あ、わかったわかった。でもここのピン丸見えだね。さんちゃん ここのピン丸見えだよ。なるだけスプレーを使わないようにやってみようかな。上がったね。上がったね。それで前髪をちょっとドライヤーかけて丸める。こここそアイロンでもいいかも、ここのところ。ちょっとアイロンで後で癖をつけ直して。もう若くないのにこんなの垂らしたらもうあれかしら。でもちょっとここのデブ隠しで。そして、これを取って、あ、コームがない。コームがあると、こういうとこにコーム入れて、こうやってスプレーかけるんだけど、ちょっと自分の手でやるしかないね、コームがないってことは。なんで？あとね、こうやって入れて、分け目をつけるときもある。ちょっと巻き足りないか。ここが長いのか。立ち上がりがいまいちでしたね。ちょっとお待ちください。ここの立ち上がりが。これね、こうやって何度でもギャッツビーできるんですよ。最高に。ドライヤーの音します。これでね、冷めるときに固まるので、ちょっと一瞬置いてから、
お、立ち上がった？立ち上がるんだ、ジョー。コム。これはちょっと後でやろう。ここは。ここのメンテナンスは。そして、この余分なやつをひっくり返して、ひっくり返すとこうなるんですよ。こうやって。ひっくり返して、先っちょを止める。どうね、どうね、どうね。こんな感じ。こんな感じで止めます。そして、これもほんと自己流ですよ。その時その時のもうノリでやってます。もう誰に教わったわけでもなく、これは資格を取ったわけでもなく、何にもないです。でもね、やっぱりちょっとピンは多くなるね、自分でやると。ここが長い。でもここ切っちゃったらせっかく伸ばしたんだもんね。これも入れちゃおうか。さっちゃん。ここがね、長いんだわ、これが。これはいらないね。これはいらない。これもいらない。この子もいらない。この子、この子って言いながらさっちゃんといつもやるの。そう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 。あ、ピンがもうなくなった。ピンがなくなった。このどうせ見えなくなるところは大きいピンでね、やっちゃうんですね。どこを残すかだね。これは残す？どの子を残す？ここが必要。で、これがいらない。そう、一本目ね、ラジオの収録があるらしく、三輪和夫さんっていう、その、能登里山空港おいでおいでを歌っている相方の方が、パーソナリティでやってらっしゃるやつで、もうちょっとピンだらけになりましたけど、しゃあないね。とりあえず上がった。そうそうそう。昔ちょっとなんだっけ、ハイライト入れたやつが残ってますね。で、ここはアイロンをちょっと入れましょう。さっちゃんが借りてきたさ、アイロン。170度。ね、ガツビやってからあんまり熱いとね、本当にパリパリになるので。これで、これで、これだ。まかみ。今日ちょっと、お部屋が湿気があるかもしれない。湿気なんて。静かだね。今日は社長も出演なんで、社長もね、着替えるんですよ。なんかこれぐっちゃぐちゃに見えるでしょ？ぐっちゃぐちゃなんですけど。ぐっちゃぐちゃなんですけど、これで、これね、赤と白と、なんか何色か、いろんなパターン作ったんですよ。これ、やっぱり、このトサカは上の方がいいですよね。あ、下もあり？あ、でも上？
ちょっと上でやってみようか。あんまり上すぎてもなんか入った。どうね、なんとなくしょっぱくなったこれだけでそれでね、あの表なんで風が吹いた時用のために、あ、ケピンのね、すっごく細くって片方だけちょこっと、ま、やるとこう刺すとね、逆戻りしないっていうのが、あ、もっと大きいのあった。そう、逆戻りしないっていうのがあったんですけど、もっと大きいのあった。こんな長いやつ。ちょっと分かんないですね。ちょっと分かんないですね。これ。こんな長いやつ。でもね、これ軽いんですよね。でもギザギザの方がいいかな。うん、ちょっとやっぱりギザギザの方を使ってみようかな。長いやつで、この、こういう短いのもある。あ、なんかすごいぐちゃぐちゃになった。これ絡んできたな。バックルのね、こういうところに今こういうところに挟んでます。なんか元が始まった。え、何かが当たってる。なんだ、痛いのがあるとね、だんだん我慢できなくなる。あ、ちょっとあの刺さってる頭に刺さってるよ。ちょっと待って、これはちょっと後で痛くなる。それでもまだ外せるという。何が刺さった？よいしょ。あ、でもこんなもんか。でも軽くスプレーやっておこうかな。ちょっとね。でね、これね、落ちない方法は、アメピンで、こういうあの羽のところを、こういうところを必ずどっか止めとく。目立たないようなところ。うん。そしたらもうこれ動かない。こうやっても動かない。髪の毛を潰さないように。もう動かない。大丈夫ですね。で、こういうね、短いとこもあのピンが隠れるし、ボロボロ出てこないんですね。これもほんと自己流です。自己流。その時その時で、あの、なんとなく、あ、ここがちょっとまだ出てるからちょっと入れようぐらいなノリなので、で、こういうところも入れてしまって、ここの内側を止める。よいしょ。もう完璧取れないです、これで。ここはね、ちょっとぺたんこしてるけど、まあまあ、膨らませなくてもいいか。うわ、もうガチガチに固まりましたね、これ。後ろは平気、ここはもう止まってるから、で、ここの多いところをバラバラ落ちてこないようにピンを隠す。もうね、あの芸能生活重ねるごとにごまかし術をね覚えてくるので、あ、これ最後のかし、あれ、あれ
あれれ。はい、どうですかね。ちょっと後ろ見てみましょうね。タラリラリル。ちょっとか。タリラリラここ飛び出た方がいいか。飛ばないけど、飛ばないけど、下も。こうやったときにカパンって言ったら カパンって言ったら困るから、そこ止めとこうか。あと2つ。これね、私ね、ここがね、ロングじゃないとダメだと思ったんですけど、逆に後ろの洋服のデザインが見えるから、あ、ショートもいいなと思いました。未来で手探りでね。人生も手探り、老犬介護も手探り、義父母と同居も手探り。頭痛いですか？大丈夫？飲みすぎ？顔ほぐして。顔ほぐ、歌うわけじゃないんあ、でそすうかなんら、です社ね。長は顔ほぐしても。社長、今日はコミュニティに上げさせていただいた写真見ました？昨日のリハーサルの社長の姿。上がってるんです。もう手上げちゃって伸ばしちゃって、今まで以上になんか振りが増えてますけど、どうした？ どうしちゃったんでしょう。私が普通にこうやって歌うだけなのに、社長がなんかこんなこと言ってましたよ。載せちゃったもはや、そこ、スクショして、ストップして。コミュニティ載ってない。じゃあインスタの方だ。そうそう、コミュニティがね、あれですよ。3、4枚ぐらいしか上がんなかった。これもちょっといらないかな。これちょっと今日、喋りながら集中してやってないから、なんかね、ピン打ちすぎ。どんな格好して。何笑ってですか？皆さんインスタ見てください。皆さんインスタ見てくださいってことで。じゃあ、こんな感じで。ほら、ほら、着替えまーす。ちょっと社長写しますね。どれ？社長、どれ着るんですか？私これ、もうこれしか買えない。お、テカテカ。もうちょっと近くていいですか？ また音楽入れなきゃいけない。腰大丈夫ですか？まあまあ。はい。あれのね、結構ゴールドとか、ブラックとか、いろんなのをね、フリフリとかね、フリフリ社長に来てもらったこともあって、サックスの方とかね、みんなお揃いでね、私がゲットしてきたんですよ。はい。ということで、これも編集、最後着替えたとこありですか？はい。ということで、皆様ありがとうございます。着替えて、社長がちょっとくっつけてくれそうだけど、もし着替えたところが撮影できるようだったら撮影します。それでは皆様、楽屋トークでした。久しぶりのショー頑張ってきます。楽しんできます。ありがとうございます。はい。それでは本番行ってきます。2ステージのうちの1ステージ目でございます。今日はこれやんないよ。あいえ、おいえ、あいえ、てて。行ってきまーす。なんか踊ってる人がいる。